あそこにいるわ。諦めたのかしら。気を急ぎましょう。でも刻印がされている限り、アメミットが諦めることはないでしょう。走れ。そして命尽きるまで失われた夢を追いかけるがいい。いずれにせよ、私の帰還を止めることは不可能だ。いや、止めてやるさ。さて、どうかな。セトの魔法が塞いでいる。中に入ることができればセトを倒す道が開けるのですが。どうやってセトを倒すの？オーシリスの力が必要です。彼の力なくしては神殿に入ることもセトと戦うこともできません。
父上の祭壇がこのように汚されてしまうと。希望を捨ててはいけません。オシリス、王座を取り戻すため私たちを導いてください。あれは導きじゃないよな。断片よ、それを祭壇に置けば彼の力の一部を取り戻せるはずです。これで仇討ちに一歩近づいたな。他の断片もこうやって簡単に見つかるというな。この小さな彫像にもオシリスの印がある。ええ、最初の断片が戻ったことで彫像が私たちを導いてくれるようになりました。杖をかざしてみてください。